えー、割と皆さんその第6話のスパーリングシーン、あれやばくねっていうのが結構多かったんですけども、あれはですね、えー、そうですね、やばいです。<laughs> 単純にやばいです。はい。まあ実際に当たってるんですかとか、打たれてるんですかっていう質問も来てるんですけども、そうですね、まあ実際にパンチもらってるとか、 いうシーンに関してあとまあ桐沢が部員に対して一発入れるたんびにその都度交代だよっていうルールを設けたじゃないですかなのでえー、まあ桐沢が玉の井に入れる友部に入れる水野あかりちゃんに入れるっていうなんか一発入れるっていうシーンに関してはそうですねあの西条に対してもまあガチに現場ではスパーンっていうふうに。<laughs> 入ってましたね。だからみんなあの、撮影して、えー、ちょっと合間があると、現場に来てくださっていた、あの、トレーナーのスタッフの方に、氷能で首元をこう冷やしてもらったりとか、いろいろみんなしてましたね。うん。で、まあ、まあ、このラジオの場所なんで、 もう本当またあの自分の部屋感覚でお話ししちゃうんですけど、いや、久々にやったんですよ、僕。あのシーンの撮影中に。ぎっくり。久々にやって、体動かなくなって、え一、ー、巡目、二巡目を撮り終わったぐらいの時に、あの、急に、あれなんか違和感あんなと思ってて。 なんだろうこの違和感と思ってたら急に全く動けなくなってうんでその時はえまあこれもここだからあのぶっちゃけますけどさらし巻いてました晒し巻いて踏んで撮り終えましたねあのシーンまあそういうなんかはいあの裏話が過ぎるんじゃねえかっていうねちょっと今トークになってしまいましたけども そのスポーツって、ね、あのー、個人競技だったりとか、団体競技、あと本当に人に対してだったり、弓、まあ、道みたいに全く動かない的に対して矢を射るっていう、そういうもの、いろんな形があると思うけど、でもその向き合い方っていうのはどこか似たものがあってもいいのかな。やっぱりなんか本気で向き合うっていうことに関しては、どんなスポーツにおいても、 やっぱりそこが重要な軸になるんじゃないかなと思いますけどねはいまあ実際にその未来への10カウントを見てくださっていややる気出たとか明日から頑張ろうとかあ自分もちょっとうんあの人の言葉結構刺さったなとかそういうふうに思ってくださるのが一番僕はあの嬉しいのではいぜひぜひ今後も、えー、今後もっつってもあれか 今度の木曜日、えー、ファイナルラウンドですね。最終回ということなんで、えー、ぜひぜひ、あの、皆さんの心のミットへ思いっきり打ち込みたいと思いますので、受け止めてほしいと思います。